2009年時点の日本の都道府県別人口密度単位は人、平方キロメートル0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 3 0 0 3 0 1 4 0 4 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 5 1 1 4日本の人口統計は総務省統計局がまとめる国勢調査または各都道府県による人口統計値を表したもの日本の総人口は 2020年10月1日の時点で1億2570万8382人である。これは世界11位に相当し1億人以上の人口を抱える14カ国のうちの一つである。日本の総人口は2008年に1億2808万人でピークを迎え、この年以降人口減少社会に突入した。 これは工業化に伴う出生率の低下と移民流入の少なさが大きく影響している。2020年時点で合計特殊出生率は1.34、普通出生率は6.8となっており、共に世界の中で定位にある。国民全体に占める外国人の割合は年々増加傾向にあるものの2.5%にとどまっている。 出生率の低さと移民流入の少なさは、高齢化にも大きく影響しており、世界トップクラスの平均寿命の長さも、相まって、日本は2021年時点で、OECD 諸国の中で、最も高齢化率が高い。今世紀半ば頃には、日本同様長寿化が進み、より出生率が低い大韓民国、台湾が高齢化率を追い抜く予測である。反例。 総数、男性、女性日本の1900年以降の人口の推移のグラフ平成20年度人口動態調査特殊報告から生成日本の出生数と合計特殊出生率1947年以降近年合計特殊出生率は回復しているにもかかわらず出生数の減少は続いている1966年の出生数 出生率の急激な落ち込みは日の絵馬によるものである。日本の人口統計は、明治5年に人身戸籍を編算した、際、総人口は3311万人と集計されたが、役所の戸籍簿の集計で、直接の人口調査ではない。また1919 19年までの人口統計は、人身戸籍に対する増減をもとに算出したもので、 あるため正確性に疑問があり、1920年の第一回国勢調査で初めて直接調査が行われた。明治の初めまでは約3000万人程度で推移していた。貧しい農民たちが間引きを行っていたことが人口抑制の原因とみられる。開国後に日本の人口の急増が始まった。1872年に5000万人を突破し、 1936年には6,925万人に達していた。これは、間引きが罰せられるようになったことで大家族の家庭が多くなったのに加え、明治以降の保険医療など公衆衛生水準の向上、農業生産力の増大、工業化による経済発展に伴う国民の所得水準の向上と生活の安定などの要因により発生した。 人口爆発だった。日本の出生率低下は戦前から始まっていたが、戦時中の出産先送り減少のため終戦直後の1940年代後半にはベビーブームが起き、出生数は年間約270万人に達した。ちなみに1947年の合計特殊出生率は4.54。1948年に 人口8000万人だったのが、1956年には9000万人、1967年に1億人を超えた。当時において日本は、中国、インド、アメリカ、ソ連、インドネシア、パキスタンに次ぐ、第7位の人口を有する国となった。100年の間に総人口が3倍に増えた計算となる。その後も、 人口増加を続け、2008年に1億2808万人でピークを迎えている。しかし、この間の出生数で見ると、1950年代には希望子供数が減少し、1948年に合法化された人口妊娠中絶の急速な普及をバネに出生数は減少し、1961年には、 出生数159万人にまで減少した。その後、出生数が若干回復傾向を示し、1960年代から1970年代前半にかけて、高度成長を背景に出生率は2.13、前後で安定する。この時、合計特殊出生率はほぼ横ばいであったが、出生数は増加し、200万人以上となったため、 第二次、ベビーブームと呼ばれた。1973年が、ピークで。1974年には、人口問題研究会が主催し、厚生省と外務省が講演して、世界人口会議に先駆けた第一回日本人口会議では、人口爆発により発生する問題への懸念から、子供は二人までという趣旨の大会宣言を、採択するなど、人口抑制政策を進めた。 国際連合総会では1974年を世界人口年とする決議をし、ルーマニアのブカレストで開催された世界人口会議では、主として発展途上国の開発との関連において人口対策を論議し、先進国発展途上国境に人口増加の抑制目標を定めて人口対策を実施する旨の世界人口行動計画を 万丈一致で採択した。第一次オイルショック後の1975年には出生率が2を下回り、出生数は200万人を割り込んだ。以降、人口痴漢水準を回復せず、少子化状態となった。その後さらに出生率減少傾向が進み、1987年には1年間の出生数が、 日の江馬のため出産抑制が生じた1966年の出生数約138万人を初めて割り込み、出生数は約135万人であった。1989年の人口動態統計では合計特殊出生率が1.57となり、1966年の1.58をも下回ったため、1.57ショックとして、 社会的関心を集めた。同年、民間調査機関の未来予測研究所は、出生数以上低下の影響と対策と題する、研究報告で2000年の出生数が110万人台に半減すると予想し、日本経済が破局的事態に陥ると警告した。一方、厚生省の将来人口推計は、出生率が回復するという予測を出し続けた。 1992年度の国民生活白書で少子化という言葉が使われ一般に広まった。さらに1995年に生産年齢人口が最高値、1998年に労働力人口が最高値以降減少過程に入った。その後も出生率の減少傾向は続き、2005年には出生数が 約106万人、合計特殊出生率は1.26と1947年以降の統計史上過去最低となり、総人口の減少も始まった。2005年には、同年の労働力人口は6650万人、ピークは1998年の6793万人で、あったが、少子化が続いた場合、2030年には6年と、 比較して1070万人の労働力が減少すると予想された。その後、若干の回復傾向を示し、2010年には出生数が約107万人、合計特殊出生率が1.39となった。なお、2011年の外数値は出生数が約105万人、合計特殊出生率が1.39であった。 しかし15歳から49歳までの女性の数が減少しているため合計特殊出生率が上昇しても出生数はあまり増加せず2005年に出生数が110万人を切って以降出生数は110万人を切り続けていたが2016年の出生数は推計で98万人で1899年の統計開始以降初めて 100万人を割り込み2017年の出生数が94万人2018年の出生数が91万人2019年の出生数が86万人と100万人の割り込みが続いている2019年10月時点の総務省の推計で言語別の日本人人口は以下のようになっている厚生労働省の人口動態統計によると 1980年以降20代の出生率は低下し、30代の出生率は上昇しているが、全体の出生率は下がり続けている。また、1980年頃までは20代後半で産む割合が5割以上であったが、それ以降減少し、2003年には30代前半よりも低くなり、2009年には約3割にまで減少している。さらに、 30代後半で産む割合が増加傾向であり、2009年には約2割にまで上昇している。1980年以降、未婚率、平均初婚年齢、初産時平均年齢は上昇している。1972年から2002年までの調査では、完結出生時数は2.2人前後と安定した水準を維持しており、 合計特殊出生率は低下しても、結婚した女性に限れば産む、子供の平均の数は変わらなかったが、2005年の調査から出生時数の低下が見られ、2015年の完結出生時数は1.94人まで低下した。2002年の第12回出生動向基本調査によると、結婚持続期間が0から4年の夫婦の、 平均理想子供数と平均予定子供数は上の世代より減少しており少子化の加速が懸念される2017年の人口推計では沖縄県以外のすべての都道府県で死亡者数が出生数を上回り自然増減率がマイナスに転落した2018年の推計では沖縄県は自然増減社会増減ともプラス 南関東4県、愛知県、福岡県は自然現象を社会増加で補ってプラスを維持しているが大阪府や島根県など8府県は社会増加よりも自然現象の方が大きい。それ以外の32道県は自然増減、社会増減ともマイナスとなっている。 1950から2019年の日本の出生率と死亡率1970から2009年の日本における出産時の母親の年齢階級別割合の推移1971年から1974年のベビーブームを含めほぼ2.1台で推移していたが1975年に2.00を下回ってから低下傾向となり2005年には1 1.262まで落ち込んだ。その後、2006年には1.32と6年ぶりに上昇し、2017年現在では1.43となっている。ただし、厚生労働省は、2000年代後半に30代、後半であった人口の多い段階ジュニア世代の駆け込み出産や景気回復などを上昇の要因に挙げており、景気の悪化による影響に注意したいと述べている。 地域特性と少子化厚生労働省の1998年から2002年までの人口動態統計によると市区町村別の合計特殊出生率は東京都渋谷区が最低の0.75であり最高は沖縄県多良間村の3.14であった少子化傾向は都市部に顕著で2004年7月の平成15年人口動態統計によれば 最も合計特殊出生率が低い東京都は全国で初めて1.00を下回った。一方、出生率の上位10町村はいずれも島であった。首都圏については20から39歳の女性の約3割が集中しているにもかかわらず、出生率は低く次の世代の再生産に失敗している。そのため、都市圏の出生率が低くても、 地方から人を集めればいいという安易な発想は日本全体の少子化を加速させ経済を縮小させる。との指摘がある。2005年以降は都市部で低い傾向に加え西日本を中心に合計特殊出生率が大幅に改善したことを受けて西日本で高く東日本で低い傾向が新たに現れている。2018年の 都道府県別合計特殊出生率では上位10県のうち6県を九州沖縄地方が占め残りも島根、鳥取、香川と西日本に集中したこれらを受けて九州各県は人口予測を情報を修正している一方で出生率界の都道府県を見ると北海道がワースト2位宮城県がワースト4位に入ったほか 都市部とは言えない、秋田県がワースト6位の1.33で埼玉県や千葉県、大阪府を下回り、神奈川県並みの水準となった。他の東北地方も総じて低水準となっている。西日本で特に高い水準にある島し部の出生率も北日本では低くなっている。このような傾向が見られる要因として、西日本の方が東日本よりも 女性の社会進出率や女性の幸福度が高いことなどが挙げられているが明確なことは分かっていない。2018年の都道府県別合計特殊出生率が最も高かったのは沖縄県で1.89ついで島根県1.74であり上位県でも人口痴漢水準を下回っている。一方、最下位の東京都が1.20ついで 北海道1.27であった。なお、戦前の1925年の統計では、合計特殊出生率上位5県が、東北北海道で占められ、沖縄県が、全国最低水準、その高いも3府を除けば、兵庫県、岡山県、福岡県、高知県、山口県であり、現在とは逆の傾向であった。 都道府県別の合計特殊出生率2000年の時点では沖縄県と北海道を除いて明確な東西差は見られない。2005年出生率が過去最低を記録。2010年東北地方を除いて全国的に出生率が改善。特に九州地方と中国地方の出生率の伸びが大きい。2018年 西日本の出生率が引き続き上昇し、差はさらに拡大した。都道府県別の合計特殊出生率明確な、制定東高の傾向が見られる1899年から現在に至るまでの人口統計。総人口は1000人単位。2020年10月1日時点の日本人の数は1億2325万人で、ある。日本は、 人口減少社会に突入している。2020年末時点での外国籍者数は258万2686人となっている。2017年末時点での無国籍者数は676人となっている。年齢3区分別の人口は、年少人口は1502万8000人で前年に、比べ18万5000人の減少。 生産年齢人口は7449万2000人で57万9000人の減少となっているのに対し、老年人口は3619万1000人で30万6000人の増加となった。総人口に占める割合は、年少人口が12.0%、生産年齢人口が59.3%、老年人口が28.8%となり、 前年に比べ、年少人口が1.22ポイント、生産年齢人口が0.77ポイントそれぞれ低下し、老年人口が0.85ポイント上昇している。総人口に占める割合の推移は、年少人口は1975年から低下を続け、2020年は過去最低となっている。生産年齢人口は1982年から、 上昇を続けていたが、1992年をピークに低下している。一方、老年人口は、1950年以降上昇が続いており、2020年は過去最高となっている。最新の生命表である、平成27年完全生命表によると、平均寿命は、男性80.75年、女性86.99年で、 前回2010年の完全生命表と比較して、男性は1.20年、女性は0.69年上回った。平均寿命の年次推移を見ると、第二次世界大戦前は50年を下回っていたが、戦後初の1947年の第8回生命表の平均寿命は、男性50.06年、女性53.96年と50年を上回った。 その後、約60年経過し、男は28.50年、女は31.56年伸びている。65歳における、平均予命は、男性、19.41年、女性 24.、24.24年となっており、平均予命の年次推移を見ると、各年齢とも回を追うごとに伸びている。2045年の推計人口人口は2015年比で、 約2100万人減少。赤色の12都府県が全人口の約63%を抱える。東京都のみ微増で他は大きく減少すると推定され、東京への人口集中の比率が高まる。東京都の人口は京阪神や東海4県より多く、東北、北信越11県や九州、沖縄8県、中国、四国9県をはるかに超える。 日本の総人口は今後長期的に減少していくが、高齢者人口は増加を続け、2042年に3878万人でピークを迎え、その後は減少に転じると推計されている。日本初の国交調査は、紀元前の主人天皇時代に行われたとされる。7世紀には、全国戸籍、交互粘着や、婚印粘着が作成され、この制度は、 平安時代初期まで続いていた。江戸時代に入ると、宗門人別改め調整度が成立した。しかし本格的な全国人口調査が始まったのは18世紀の江戸幕府徳川義宗時代からである。日本における国勢調査は1920年に第一回国勢調査が実施された。2010年に実施された平成22年国勢調査で、 第19回目の調査となる。国勢調査会シーズンの日本の明治、大正期の人口調査と推定人口に関しては、国勢調査以前の日本の人口統計を参照。現代の歴史人口学研究者の推定では、日本の人口は8世紀には450から650万人。1000万人を超えたのは、中世後期、早くとも15世紀以降と考えられている。 江戸時代前半の17世紀に急増し、18世紀から19世紀は3000万人前後で安定化した。ありがとうございます。